けども、1点目は花芽月ブランというワインです。まず6月にリリースしたばかりの昨年のヴィンテージ2021ヴィンテージなんですけれども、高消臭 100% のワインです。で、皆さん多分高消臭のワイン飲んだことあると思うんですけれども、山梨で一番有名な品種になります。もともとグレー品種とかグリ品種って言われる品種で、ブドウの皮の部分が少し赤紫色の色調を持っています。うちの白ワイン全体的にそうなんですけれども、ブドウの果汁と皮を漬け込む時間を通常よりも少し長めに置くことで、ブドウ本来のふくよかさであったりとか味わい深さというのを表現したものになっています。で、2021ヴィンテージから見ていただきました新工場で作り上げたワインになっていまして、今までにないやっぱり果実感であったりとか、ふくよかさ、香りの出方っていうのを感じていただける花水木ブランになっています。例年よりも少し甘やかさも感じていただくと思うんですけれども、その分柔らかくすごくフローラルなニュアンスのワインになっています。次なんですけれども、桜沢シャルドネというワインになります。ヴィンテージが2018ヴィンテージですね。こちらのワインはすごく急斜面の中で栽培をしている垣根のシャルドネを 100% 使っています。樽発酵といいまして、ブドウの果汁の状態で樽に入れて、樽の中で発酵してワインになっていくっていう伝統的な方法で作り上げています。で、この樽発酵っていうのが一樽一樽ワイン小樽ごとの発酵管理が必要なために、ちょっと少し発酵管理に手間がかかるというか、少し気遣いが必要になるんですけれども、やっぱり小さい蔵ならではのとても丁寧な作りのシャルドネになっています。果実味と樽のニュアンス両方とも楽しんでいただけるミネラル感がとても豊富なシャルドネのワインになります。今年リリースしましたクレプスキュールのメルローですね。これメルロー 100% で自社農園のブドウを 100% 使っています。昨年の春に新工場が出来上がったことで、今までやっぱり自社農園のブドウを使ったワインっていうのはしっかり樽に入れて熟成もしっかりして味わい的には厚みをもたらせたりとか、あとはどちらかというと複雑さを追いかけたりっていう方向のものが多かったんですけれども、今回作住期から全ての醸造機械を新しくすることによって、すごくそのフレッシュな果実味であったりとか、ブドウそのものの香りであったり味わいっていうものがとてもクリアに、でも旨味もしっかり感じていただきながら表現ができるっていうワインが作り上げられるようになりましたので、今回このシリーズを新しくリリースしました。これはメルローの果汁の部分を使ったロゼワインになります。プラムとかチェリーのような華やかな果実香が特徴になります。カベルネソーヴィニヨン、私たちのフラッグシップの赤ワインになります。これはもう自社農園のメルローとカベルネソーヴィニヨンのブレンド、名前の通りなんですけれども、社内ではワインヴィーナスと呼んでいるワインになります。この畑ももう樹齢が20年を超えていまして、メルローのしっかりとしたどっしりとした味わいとカベルネソーヴィニヨンの立体感のある味わいがとても素晴らしいハーモニーを奏でてくれて、バランスの良い赤ワインになっています。ヴィンテージブリュットっていう、スパークリングワインになります。ヴィンナイ二次発酵といって伝統的なシャンパンと同じ製法で作っています。甲州 100% のワインなんですけれども、このワインすごく面白いワインで、2018年の甲州酒をベースにして、工場の中で大切に熟成をしていた1990年の甲州酒をわずかに加えて瓶内二次発酵したものになっています。フレッシュな甲州酒だけですとなかなか得られない奥行きであったりとか香ばしさ、味わい深さっていうのをしっかり感じていただける、とても旨味に富んだスパークリングワインになります。